ファンの皆様、ヒーローインタビュー、今日は投打のヒーローに来ていただきます。まずは7回1失点、見事今シーズンの15勝目を挙げました摂津忠史投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大事な9連戦、その初戦を任され4回までパーフェクトピッチングでした。今日はどんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。調子も良かったですしね、しっかり、ね、自分の力を出せばなんとかなるんじゃないかと思って、投げました。そしてその摂津投手の好投もありまして、チームは見事4連勝を果たしました。そうですね、今日もその先に、ね、点を取ってくれましたし、本当に、ね、感謝します。そして摂津投手自身もハーラー独走となる15勝目を手にしています。そうですね、はい、まあ、うまくいきすぎてます、はい、普段からチームのためにというお話を、ね、されてますけれども、15勝というのは昨年の14勝を上回って自己最多ということになります。それについてはどう感じていらっしゃるでしょうか。いや、もう投げる試合はね、全部勝つつもりでやってますし、これからもね、まだ試合ありますし、しっかり投げたいと思います。それから15勝というのは原単独トップなんですけれども、もう一つ今日勝ったことで勝率もパリーグ1位に立ちました。そうなんですか、はい、いや嬉しいです、はい。さあ、まだまだ、ね、熱い戦いが続きますが、ファンの皆さんに最後に一言メッセージをお願いします。そうですね、本当に今日もね、たくさんの応援ありがとうございました。次も頑張ります。応援よろしくお願いします。見事15勝目を取りしました摂津忠史投手でした。さあ、続きまして打のヒーローにお越しいただきます。決勝点となる第20号のソロホームランを放ちましたペーニャ選手です。チームを4連勝へ導く素晴らしいホームランでした。 That's not a stop. We just have to keep going. So today we win, tomorrow is another game. So we just have to come comforted the same way we play. So into trying to get another win. It was a big home run for everybody, especially for section. I own Hedda, so he asked me back in. まだまだこれでは止まらないんで、明日も明日でまた勝ちますし、今までのね、ずっと摂津いいピッチングしてるのに助けてあげられなかったんで、今日は本当ホームラン打ててよかったです。前の試合のロッテ戦ではレフトへ最上段へ、素晴らしいホームランを放って、今日はライトへ追い込まれて技ありの一発、2試合連続のホームランですよ。 I just go with the pitches. That day on Sunday the pitch was inside, so I had to hit it to left field. So tonight wasOutside, and I just go with the pitch. I don't try to pull, I'm just trying to make contact and do the best I can to help the team win like we did tonight. 来た球を素直に打ち返してるだけなんで、日曜日はインコースだった、今日はアウトコースだったと、それでチームが勝てれば自分はいいんで、最高の結果だったと思います。逆転優勝のためにはペーナさん、あなたの豪快なバッティングが必要だということはファンの皆さん全員が思っていることだと思います。ファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。 No, I don't try to hit more. I just take day by day. So Sunday was one day, so now was another day. So I just take day by day. I wish I can go to the play and do every time, but it's not all to me. I just pray to God every time I go there and try to do the best. But I will try to do the best I can to help the team to make it to the championship like they did last year. That's what it's all about.自分は毎日毎日、できる限りのプレーを一生懸命やりますので、これからももっともっと打ってチームに貢献できればいいと思いますし、去年のようにチームが優勝できることを自分も一番願ってます。さあ、日曜日はチームメイトの 1-2-3 マッチで締めていただきました。今日はどのように締めていただけるんでしょうか。ペーナ選手お願いします。 1-2-3 セックス聞こえましたか。聞こえました。 1-2-3 セッツーで締めるということです。ではお願いします。 Thank you. Let's go, セックス。Just follow me. 1-2-3 セックス。
今日のヒーローペーナ選手と節投手でした。放送席どうぞ。